法人税法、法人税法、法人税違法、昭和40年3月31日法律第34号は、抗議の所得税に関する法体系の一部を構成する法律。法人の所得等に対する税金である、法人税について定められている。抗議の所得税とは、個人所得税及び、個人以外の事業体の所得税を言う。 この講義の所得課税に関する法体系は国によりまちまちで日本では1940年に所得税法から法人税法が独立し現在に至るまで別々の法律により規定されているのに対しアメリカでは一つの法律中に承立てして個人事業体に関する規定を置く事業体に対する課税のあり方には同管課税 コンライトタクゼーションと実体課税、エンティティタクゼーションの二つがある。前者は組織の獲得する利益を組織段階では課税せず、各構成員段階で課税を行う考え方である。パススルー、パススルー課税とも呼ばれる。後者は組織を実体として捉え、組織そのものを課税対象とする考え方である。なお、この校舎のカテゴリーには、 リーーートなどの事業体に適用されれる、る。ペースルー課税も含まれる日本の現在における事業体に対する課税については、同感課税を取っているのは民法上の組合や商法上の特命組合などに対してであり、一般的に日本で法人税とは実体課税を指す。現行法は所得税法昭和22年法律。 第27号の全部を改正して制定された。近年、商法、会社法改正や会計基準の変更に伴い、改正が急ピッチで進められている。宣弁をつけたのは、平成10年度改正である。この改正では、各種引当金、減価償却やリースなど、所得計算の基本的な項目について、大幅な見直しが行われた。また、平成12年度改正では、 デリバティブや株式移転、株式交換に関する取り扱いが定められた。平成13年度改正では、企業組織再編税制が整備され、合併、分割、現物出資及び自後設立について、理論的統一性が図られるとともに、合わせて、株主に対するみな支配等課税や、法人の利益積立金、資本積立金について整理が行われた。さらに、 平成14年度改正で連結納税制度が導入された。内国法人は全世界所得に課税される。外国法人は国内源泉所得のみに課税される。法人税法上の内国法人の分類。次の5つに区分される。法人税法上の外国法人の分類。次の4種類に分類している。経済的基準説とは企業会計における。 企業利益に対して法人税法によって加算減算による調整がなされてその結果として法人の課税所得が求められるとする考え法人税法22条参照法人税法は確定決算の原則を基本にして株主総会で確定した数値を前提とし法人税法上の調整として別表読んで加算減算をするものであると位置づける この説によると、所得概念は企業利益であり、法人税法は企業会計の修正規定である。法的基準説は日本国憲法が租税法律主義を採用していることを強調している30条84条。この租税法律主義は、租税法上の課税所得の概念について、法人税法等の租税実態法自らに、 課税要件を明確に法定すること、課税要件明確主義、課税要件法定主義を要請する。そのため、租税実態法たる法人税法は、単に企業利益の修正規定ではなく、法的に課税所得を把握するための根拠規定であり、課税要件を明確に定め、何が課税所得であるかを決定する。法人税法は、法人所得を正面から定義せず、 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から、当該事業年度の損金の額を控除した金額と、する。法人税法22条、各事業年度の所得の金額の計算一項と、益金と損金との差し引き概念、ディダクションコンセプトによって定義している。従って、法人の課税所得とは何かを探求するには、法人税法における、 益金の額、損金の額とは何かを明らかにする必要がある。また法人に法人格が付与された場合、企業利益、配当可能利益の測定のために、会社法による会社利益の計算、企業会計に従う必要がある。配当可能利益の測定は、資本充実、株主、会社債権者の保護という要請によって貫かれているため、 租税公平主義の原則に構成されている税法上の法人所得概念とは本質的な差異がある。所得概念、経済的概念が法人税法、租税法に取り組まれて課税要件とされている以上、法的事実としての所得の定義は法的資格から論及されるべきである。法的な判断を離れた所得概念の考察は租税法、 法律に対する解釈ではなく、租税法律主義の要請に反する。さらに、企業活動は既存の法秩序を超えて無限的に拡大されていく傾向にあり、単に企業利益、経済的概念を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性、予測可能性を犯す可能性もあって妥当ではない。なお、法人税法22条。 各事業年度の所得の金額の計算4項、第2項に規定する、当該事業年度の収益の額及び、全項覚悟に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に、術的計算されものとするの解釈について、一般に公正妥当と認められるとは、健全な一般社会通念に照らして、公正妥当と評価できる基準、健全な簿記会計の習慣かつ、 法規範性を有するものに限って、会処理基準として、所得を計算することとすることを確認した規定、確認規定で、この規定によって創設されたもの、創設規定ではない。基本原則は、以下の計算式である。これに、特例などを調整する。法人税額イコール法人税率、益金損金、法人税法等における益金、または損金の別段の定め、 税法固有の調整項目としては、例えば次のようなものがある。特定同族会社においては、基本の法人税額に追加して、留保金に対しても課税される。詳細は、特定同族会社を参照。法人税法施行令第5条では、以下を収益事業と定めており、一部の公益法人の非収益事業は、剰余金配当と残余財産分配。 皆し配当が一切できないため、それに伴う税務がある。公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と、収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理等を区分して行わなければならない。思考例第6条。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。